てこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV ではアクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、まあ、本日もこちらの水槽を見ていこうかと思うんですけど、その前に、はい、ちょっとね買ったものがあります。はい、さっきの水槽で買ったもの、はい、ちょっと以前お話しさせていただいていたんですけれども、ヒメタニシでございます。はい、ヤフオクで買いました。セットで南沼エビも買いました。うん、一緒についてた、安かった。うん、買いました。これ全部で1000円じゃないな、かける2で2000円分買いました。はい、んで、はい、こちらの水槽に入れていこうかと思うんですけれども、まあこちらの水槽、まあ見てわかる通り苔まみれでございます。苔まみれでございます。なのでこの苔をねなんとかしたいなっていうことで入れさせていただこうという感じです。でもうねヒメタニシ、数匹実は入っているんですけれども、まあさすがにねこの苔全部数匹のタニシで、まあ、やっつけられるかって言ったらそうでもないので、 できれば今回入れたタニシちゃんで、このね、苔を全部ね、平らげてくんねえかなと。うん、でまあこんな感じでちょっとうっすらかじる場合と、あとねこれ前動画で紹介しましたけど結構ねがっつり食べてくれることもあるんですよ。うん、だからここまでねやっつけてくれるんであれば、今回ね入れようとしているヒメタニシで本当この水槽全面私が何にもねやらなくても掃除しなくても綺麗ピッカピカになるんじゃないかなみたいな、はい、そんなそんな野望を、はい、持ちつつ、はい、入れていこうかなみたいな感じでございます。はい、でもうね水はせしました。うん、半分以上はねこの飼育水入って、でも半日かけて温度も合わせてあります。でタニシあんまり見たことない人もいるかもしれませんので、まあ、こちらねヒメタニシ、まあ、小さいタイプのタニシでございます。うん、かわいいですよね。うん、まあ、これで大人のサイズなのかな、もう一回りぐらい大きくなるのかな。うん、ちょっとわかんないですけど、で裏返すと蓋がありますね。うん、まあ、ここを開けて、まあ、動き出すって形だと思います。でもうね、手でつまんでポコポコ落としていく感じ。温度も水合わせもしたんで、はい、安心して入れていきますよ、こうやって。うん、こんな感じ。もうなんかねえ、うん、なんか餌をまいてるみたいな感じで、はい、入れてきましたけども、大丈夫かな。うん、多分大丈夫だと思うんですけどね。んで、はい、まあ全部入れ終わりました。魚と違って動きが遅いので、まあ入れてもね動きがないからね。うん、まあこんな感じゆっくりだからちょっと地味なんですけれども、一応導入は完了して、まあすぐ動き出したんで、うん、水合わせ温度合わせバッチリだと思います。もう食べ始めてますね。うん、でちょっとね継続してやっていこうと思うんですけれども、今日入れた子たちどうなってるかタイムラプスまた撮ってますので、1時間ぐらい、どういう動き方なのかっていうのをちょっと見てみてくださいということで、はい、真ん中に家間みたいに積まれていたタニシたちが動き始めました。うん、でねこれよく見ると、まあ左の方ねなんか潜ろうとしてるやついますよね。潜るのかなタニシって。うん、もしくはこれ入れたの手綱っていうねちょっと細かいね砂なんですけれども、それがやっぱ細かすぎて動きにくいのかどっちかかなとも思ったりしてるんですけれども、まあでも平気でね砂の上をね歩いていくやつもいるので、まあ何とも言えないんですけれども、はい、でそうこうしているうちに上に登っていくやついますね。早いやつは早いんだ。うん、本当に2匹は上に行きました。うん、でひっくり返ってるやつらもいるから、まあねなかなかね起き上がりにくい
子もいるのでずっとこのままっていうパターンも実はあるんですよね。で弱っていくこともちょっとあったりするんで、まあそこら辺はね見つけてやんなきゃいけないんですけども、はい。なんでこれはねちゃんと普通の速度で撮ってるやつなんですけれども、さっき上まで上がっていった子、はい、まあ水合わせでねちょっと 2,3 センチ、水位が下がっちゃったところまで上がっていって、やっぱ水ねっつって少し、水のところまで降りてきて食べているっていう、はい、そんなところですね。上まで行ったけど、もう一回下に降りてきて水の中で食べてるって感じですね。うん、でまあちょっとゾウみたいな、ゾウっていうかバクというか、なんか少しね鼻みたいな口があると思うんですけども、まあそれでね、まあうまく、まあ食べているっていう感じですね。こそげ取りながら食べてるっていうのかな。うん、でまあ口でも食べるんですけれども、水をね吸い込む口があって、それでねこして食べるっていうやり方もあって、まあそれはねグリーンウォーターをきれいにした動画でもやってましたけれども、なかなかね高性能な、はい、コケ取り生態だと思います。はい、ということでこれもうちょっと時間を置いた映像なんですけれども、だいぶ散らばってきましたね。うん、でこの調子で、はい、ガラス面をまあきれいにしてくれないかなっていう、はい、まあ希望はい、まあ単に徐々に増えていくとは思うんですけれども、うーん、私もね一時結構増えたんだけど、やっぱ何かの境でやっぱ落ち始めてしまって、最初まあ前はね10匹ぐらい買ったんだけど、うん、10匹からちょっとだけ減ったぐらいになっちゃいましたね、最終的にはね。うん、まあこの子たちも元気に育ってくれればって感じでございます。でこちらの南沼エビでございます。私ね南沼エビ初めて買うんですけれども、はい、まあ結構ね簡単に増えてくれるっていうことで、まあせっかくだからいっぱい増やしていこうかなみたいなことも考えていたりして、うん、でまああんまり見えないですよね、結構いるんですけど全部石の下に隠れちゃったんで、ちょっと石を取り除いてみましょうか。はい、結構いるっしょやっぱね、うん、まあ増えてくんねえかなっていうふうに、まあ、思います。水槽はねまたちょっと作ろうかと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。まあこのタニシたち頑張り次第では私のね、はい、作業が一つ減るということで、まあこの水槽ピカピカにね、してくんないかなと思いつつ、はい、終わりたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、この先も、はい、タニシどうなっていくのか気になる方はぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。じゃっ。